はい、皆さんこんにちは。そろばんチャンネルです。まあ、このチャンネルではですね、そろばんに関することをいろいろ喋っているんですけれども、蒲田のね、ワークスタジオというそろばん教室をね、もう8年ぐらい経営していて、高校3年生からね、そろばんをずっと教えている、まあ高先生がいろいろ喋っていくチャンネルですので、まあぜひね、最後までじっくり聞いてください。で、まず一つ目なんですけれども、まず掛け算、割り算、見取り算、まあ基本的にそろばんの種目っていうのは掛け算と割り算と見取り算、まあどの連盟に所属していたとしても、まあ見取り算っていうのは足し算とか引き算のことですよね。で、その3種目があるんですけども、そんな中でどのように練習をしているのかでね、普通のそろばん教室、普通って言ってもあれですけど、例えばテストで、まあ、10分間やりますとか7分間やりますとか、まあ、それぞれの連盟によってね、あと制限時間違うんですけれども、じゃあその制限時間だけで測って練習するのが正しいかというと、それだけではダメなんですね。っていうわけで、なんでかというと、単純に言うと子供たちは飽きるからです。例えば日商検定ね、日本商工会議所の検定でね、3級2級1級っていうのがありますが、それってね、掛け算と割り算、見取り算合わせて制限時間が30分なんですよ。で、先生としては楽なんですね。まあ、僕もね、日本手段連盟の実は加盟をしている人なので、試験中なんかはこれですよ、始めストップウォッチ行って、最後やめって言うわけがめちゃくちゃ簡単なんですよ。でもこんなんだったら誰でもできますよねっていうことで、まあ、その場の先生がよく考える、まあ、いろんな練習方法っていうね、まずじゃあ一つ目お伝えしていこうと思うんですけれども、まずは一つ目は、例えば問題数がね、まあ、それぞれ掛け算、例えば20問あったとしたら、じゃあ普通だったら、まあ、大体10分間で20問やる、まあ、1台30秒とかになるわけですね。じゃあそしたら1台何秒でできるか、一台だけを練習させるとかね。特にですね、今、そろばん教室が空いていないところとかもあると思うんですよ。まあ、こういった最近の騒動の中でね。で、じゃあ、お家でじゃあちょっと練習していこうかっていう時になった時に、で、掛け算であれば、まあ、全種連っていう、全国手段教育連盟っていうものだったら、一台28秒とかなんですけども、一台28秒から30秒の間で、その掛け算とか割り算とかが、一台解き終われているかっていうね、まあ、だから一台何秒かかるかなって練習をしてみるのは大事なんですね。で、さっきも言ったみたいに、今、かかっても30秒以内。で、30秒はもしもう過ぎてしまった。で、これね、大事なんですけど、答えを書くまでが30秒なんですよ。答え書くまでが30秒ね。だから答えをね、書くスピードが遅い子もいますよね。それから、カンマとかね、コンマっていうのは、後からつけてしまう生徒もいるんですけれども、これは必ずつけながら書いてください。これで僕もよく生徒にこれだけは怒られるよっていうのを言うんですけど、やっぱ桁数の把握っていうのが大事なんですよね。で、まあ、カンマとかコンマっていうのは、5236とかの5と2の間に、ね、1000と100の間に、この3桁ごとにつける、区切りみたいな印のことを、まあ、カンマって言ったりしますけども、それもつけながらで答えを書いていく。それが1台30秒でできているか。で、できていなかったとしたら、もう一回同じ問題やってください。ね、もう一回同じ問題やります。で、もう一回同じ問題をやって、今度はできた。だったら次に行っていいですね。まあ、そんな形でですね、1台何秒でできているかっていう練習をね、まあ、これだったら、そろばんだったら、だいたい先ほども言ったように、まあ、掛け算割り算であれば、1台28秒から30秒の間でできていることがやっぱり理想かなと。まあ、まあ、大会とか出る生徒はね、当然それより早くなっていきますし、で、各大会とかでも、やっぱり例えば、さっきも言ったように、日商検定であれば、その掛け算とか割り算とか、まあ、日本手段連盟系ですよね。そしたら、大体、20台につき、じゃあ10分くらい解ければいい。そしたら、計算したら出ますよね。1台で30秒くらいで解ければいいと。まあ、それがそれぞれね、問題によって違うので、まずそれを計算して、それは大会とかでも使えますよね。僕やっぱり子供の頃ってね、やっぱり1台何秒でやるとかっていうのはあんまり言われたことなかったんですね。言われたことなかったんですけども、あるやっぱり競合のソロバンク教室のね、プリントを見たときに、すごく細かく書いてあるんですけど、5段だったら1台何秒でやるとか、6段だったら1台何秒でやるとか、やっぱりそういったマイルストーンっていうか、そういうなんていうの、基準があることによって、やっぱり分かりやすくなるんですね。自分が、これだったら、例えばじゃあ1台が30秒解ければいいんだったら、時間がない、今日どうやって練習しようってなった時に、やっぱり3分で例えば、6台解ければいいとかって皆さん分かりますね。1台が30秒、じゃあ2台が1分、3台が1分30秒。まあ、こういうの子供たちに計算させてもいいでしょうし、まあ、単純にね、10分の半分で5分でやるとか、まあ、全種連の問題であれば、7分間が掛け算、割り算、見取り算ってなってますから、それぞれがだから28秒。まあ、28秒っていうのは大体もう30秒ぐらいでいいかなと僕は思っています。まあ、28秒解けた方がいいんですけど、ね。まあ、30秒の方が計算しやすいので、30秒で、例えば4台、2分でやるとかね。まあ、そんな練習ね。例えば、短かったりするとですね、結構点数が上がる子もいるんですよ。これどういうことかっていうと、長いとやっぱりだれるんですよね。長いとやっぱりちょっとずつ落ちてしまうんですけれども、例えばじゃあ2台ごとやるつもりでやろうとかっていうと、結構あったりする生徒多いですね。やっぱり長いっていうものに対してちょこっとずつ、細切れね、これだけこのスピードできてるじゃん。じゃあ次もいけるよね、みたいな声かけを僕もすることがありますし、それが1台何秒でできているかっていうことね、ぜひそれを意識してみてください。で、あとですね、あともう一個、まあ、そろばん教室で練習をしているのは、例えばですね、全部終わったら先生に持ってきてね、みたいな。
だから時間とか関係なく正確性を上げたいときに、今だと例えばですね、4月に全川崎手段競技大会という大会があるんですけれども、それって3級以上の問題って小数が出てくるんですね。でやっぱり小数の計算ってみんな間違えるんですよ。ね、まあ、小数に関してはですね、このチャンネルの中でもね、いくつか喋ってる動画があるので、まあ、3級小数そろばんとかで検索してくれれば出てくるとは思いますが、まあ、そちらをご覧いただいて、でやっぱりその小数を間違える、でも間違えないで、まあ、20代終わったら持ってきてと。で僕はですね、点数しか書かないんですね。20代終わって掛け算が例えば20代あって、本当は5分で100点取れればいいんですけれども、そのだから点数5分間とか関係なく先生に持ってくる、僕が採点をする。で例えば90点ですよって出すだけなんですね。丸も×もつけない、丸も×もつけないで、まあ、何人かの、6人、7人ぐらいのグループでやるんですけど、で誰が一番最初に先に進むかみたいなね。3級かけなくれしたらそれで割り算進みますと。割り算、見取り算。そしてできたら2級。で、僕の、まあ、教室は、これはまあちょっとおまけみたいな話になるんですけど、昔の問題集っていうのは2級とか1級って、2級は小数第4位まで書かせるんですね。で、1級は小数第5位まで書かせるみたいな。ただ、今の検定試験っていうのは大体小数第3位まで書けばいいよみたいになってるので、その辺のいろいろ小数もやらなきゃいけない、この注意力も上げなきゃいけないみたいな感じでね、昔の問題っていうのはすごくまあ、これお話ししたことあるかもしれませんが、昔、まあちょっと話それてすいません。昔の3級と今の3級、大体同じです。昔の2級、今の2級、今の2級の方が全然簡単です。昔の1級、今の1級、今の1級の方が全然簡単です。という形でですね、2級以上を、昔お母さん、お父さんとかね、取られた方っていうのは、子供たちにそれと同じ級までやらせたらダメなんですね。なんでかというと問題が簡単になってるから、ね、皆さんは知らないと思うんですけども、まあそれに関してはね、また別途多分動画があると思うので、まあ、このチャンネルいろいろね、聞き流しで別に構いませんのでね、ガーッと聞いていただければいいんですけれども、とにかく先までやらせないとダメですよっていう、まあね、まあそんな話でしたけども、まあだからその2つ目の練習方法に戻りますと、全部できたら持ってくる。ね、だから罰が1個でもあったらね、自分で探してくると。まあ、当然3級の問題を練習してて、3級の生徒であれば、それ1個ずつ丸つけたりとか、ヒントは出したりするんですけれども、だから例えばまあ先生、どの辺に罰あるのって言ったら、まあ大体間違いやすいポイントは僕言いますよね。例えば四捨五入の問題が間違いやすいとか、ね、それから最初に、なんていうの、がつく問題っていうのが、因語がとかで始まる句の、小数の問題ですね。それが結構間違いやすいとか。で、当たり前なんですけど、円マークの問題なのに、小数まで答えを書いているとか。前半が、円がついていない問題。要するに小数第3位まで書いていい問題になっていて、3級の問題というのは。後半は円マークっていうね、お金のマークがついているので、小数はついていけませんよっていう問題に分かれているんですけどね。見たことない人はね、なんとなく3級って、そんな問題があるんだと思ってもらえればいいんですけどもね。まあ、という形でですね。まあ、とにかくですね、最後までできたら、持ってきてね、みたいなで、点数を競ったりとか、分数を競ったりとか。まあね、いろんな練習を、することもありますし、まあ、これはただ家でね、まあ、兄弟がいたりすると、難しいのか、まあ、兄弟がいないとね、難しいのかもしれませんけれども、例えばこれ面白いんですけど、お家の人は、この間の授業でやったんですよ。お家の人は電卓でやってみて、それから、子供たちはそろばんでやるみたいなね、それでどっちが早くできるかみたいな。だから3人いればいいですよね。だから、例えば、まあ、お家の人で、またおじいちゃんおばあちゃんでもいいですけど、おじいちゃんおばあちゃんがじゃ丸付けをすると。で、自分がいて、それからお母さんと勝負をすると。ね、お母さんと言ったら、僕はそろばんみたいな形で、どっちが先にできるかな、みたいな。で、これ、掛け算割り算だと結構ね、お母さんたちが勝つこともあるんですよ。見取り算って言って、足し算引き算だとやっぱりね、なかなか難しいところがあって、足し算引き算だと、基本的に結構子供たちが勝ったりするんですね。まあ、そんなやっぱり、そろばんっていうのは、やっぱりそのコミュニケーションのツールにもなり得るので、特にね、おじいちゃんおばあちゃんでもまたいいですよ。それは役割を変えて練習をしていただいても結構なんですけども、とにかくね、まあ、お家から出れないとかね、お家からやっぱり出ない方がいいとかってね、言われてる中で、練習をする方法っていうのもね、これからまたね、引き続き YouTube でも喋っていきたいなと思っています。はい。あえて今日の2点のポイントなんですけども、まずは1台何秒で練習をするかっていうのをね、意識すること。それから2つ目ですけども、このようにね、最後まで、やってみる。正確性を身につけるっていうね、練習をして、あえて点数をつけない。点数はつけるんだ。丸×をつけずに自分で丸、×を探してみるとかね。それを、例えばお家の中で競ってやってみるっていうね。これなんで2つかっていうとですね、前田裕二さんね、僕も好きなんですけど、勝負ルームの前田裕二さんが、差別化をするためにね、今からポイントは3つありますってね、2点ありますってね、2つの方が覚えやすくないですかっていうことで、僕もなるほどなと思ったんで、今日は2つにまとめてみました。ということでですね、また引き続きこんな感じで喋っていきますので、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。さようなら。